皆様こんにちは、よまいもです。本日はゲーム実況ではなくゲームの紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちらですね、スイッチ版春発売とのこと。ワールドネバーランドエルニア王国の日々がスマホ版からこちらスイッチに移行されると。素晴らしい、おめでとうございます。いや、本当にオールドプロトからやってる人間としてはこのハードで出るのは本当に嬉しいです。しかもスイッチで。ワールドネバーランドエルネオ王国の日々というゲームをご存じない方、ワールドネバーランドはもう20年以上あるシリーズのゲームなんですけども、このゲームは架空の王国に移住して自由な人生を楽しむ箱庭ライフシミュレーションゲームとなってるゲームなんですけども、こちらも特許を取られてるぐらい箱庭で遊ぶ自由度の高い本当に素晴らしいゲームなんですよ。ハマると抜けれないっていうね今ある情報はですね、ちょっとネットの情報とアルティさんからの公式、また他のゲームを紹介しているところのネット情報と、あと雑誌の方2紙ですね、電撃任天堂とファミ通。私ファミ通の方は読んだんですけども、電撃任天堂はちょっとまだ見つかってなくて申し訳ないです。今ある私が持ってる情報をちょっとお話ししたいと思います。まずタイミングですよね。タイミング、いいタイミングじゃないですか。いや、2年以上このエルネア王国をスマホ版で皆さんやられてきてると思うんですけど、私はまだ1年半ぐらいかなでちょっとやってきてるんですけども、今までたくさんのこのスマホゲームでも不具合があったと思うんですが、それがねこの長い時間の間2年以上かけてたくさんいろいろ調整があって、どんどん良くなっていって、今結構いい状態じゃないですか。今のいい状態でスイッチに移行できるっていうのは本当に素晴らしいですよね。で、今回スイッチで発売とのことなんですけども、今までプレイステーションや PSP、 また Windows ですよね、パソコンでこうやられてる方がいたと思うんですけども、まあ、アプリもありましてね、バース、アセツカハラ、全コロネア、昔のちょっとアプリでもあったんですけども、今回任天堂っていうことでね、皆さんちょっと不安な方もいらっしゃると思うんですが、任天堂スイッチは私他のゲームでたくさん実況で使ってるんですけども、結構素晴らしいハードです。おすすめです。で、3DS の方が良かったんじゃないかっていう声もね、ちらほら聞いたんですけども、私はスイッチで良かったと思います。確かに 3DS も持ち運べてすごい便利なんですけども、スイッチも意外に持ち運べるんですよね。結構コントローラーつけたり外したり、テレビにつけたりとか、めんどくさくないですかっていう意見もあるんですけども、そんなめんどくさくないです。慣れたら、どっちでも使えるし、もう気軽に今日テレビでしようとか、ちょっと違う部屋でゲームするか持っていこうとか、結構便利ですね。で、Nintendo Switch、もともとコントローラーもついてるんですけど、私たちアクションゲームでプロコントローラーというプロコンというものを7、8000円するやつを買うんですけども、このゲームいらないですね。プロコンいらないので、その分他のゲームよりも安くゲームできるんじゃないかなと思います。で、スイッチには動画とか写真とか撮れるボタンがついてるんですけども、これでいつも皆さんスマホで一生懸命スクリーンショット撮ったりとかムービー撮ったりしてるのと同じようにできるはずなので、とっても楽しみです。ただ動画がゲームによってできないやつとできるやつがあるんですよね。なのでぜひアルティさん、動画も OK にしていただけたら嬉しいです。で、撮った画像とか動画ってそのままツイッターに上げることができるんですよ。それがすごくいいと思うんですよね。あとセーブデータ4つ作れます。1つのゲームで4つ作る。こちらダウンロードのゲームですよね。 e ショップからダウンロードするゲームになってて、で1回ダウンロードすると4つデータが作れる。でもですね、任天堂のこのスイッチ最大8個までアカウントが持てるんですけども、アカウントごとにゲームができるんですよ。なので8個アカウント作った場合32個データ持てますねいやこれちょっと面白いですよね。で、今ざーっと話した中で、まだ言ってないことが、ワールドネバーランドエルネア王国の日々の公式から Q&A として出てます。そちらの方ちょっと読み上げたいと思います。スマホ版からの大きな違いを教えてください。このことで、Nintendo Switch 版はスマホ版の縦画面から横画面となり、インターフェースを一新しています。 Nintendo Switch 版は単体で遊ぶ家庭用ゲームとして作成しています。一度ダウンロードしたら通信なしで遊べる仕様に変更していますとのことで、 e ショップでダウンロードしたらそのままずっと遊べる、昔のオルルやプルトと一緒っていうことですよね。で、前回おんちゃんが結婚するっていうことで動画を撮ったんですけども、横画面に無理やりスマホをして撮ったんですけども、前撮った時よりも奈落が黒いところが減ってたんですよね。こういうことかと思って私あれを撮影した時はスイッチで出るっていうのをちゃんと確認していなくて、もう撮った後にそのニュースが出て、ああこれ横画面になっても全然ゲームいけるって思いましたね。
で次、任天堂スイッチ版とスマホ版は別ですか、アカウントは移行できたりしますかとの質問に、任天堂スイッチ版は通信を使わずに遊べるように作られているのでスマホ版のデータを使うことができませんとのことで、スマホ版の今のデータをスイッチに移行することはできませんね。次、スマホ版の移住パスワードを利用することはできますか、任天堂スイッチ版は通信機能に対応していないためスマホ版の移住パスワードを利用することはできません。でもですよ皆さん、オールドやプルートは今まで通信ではない、通信はないけどもパスワードを入れて他の住人を入れることはできたんですよね。それはしてほしいですよね。もう昔からある機能なので、スマホ版のパスワードはダメだけども任天堂のスイッチバージョンのエルニアのパスは OK にしてほしいなと私は思いますけども、どうでしょうか。でセーブデータはいくつ作れますか、先ほど言った4つですよね。でも任天堂のアカウントをたくさん作ろうとたくさん作れます。はい、スマホ版のようなイベントは開催されますか、こちら通信なしの仕様となるため運営型のオンラインイベントはありませんとのことで、今毎週のように2週間に1回1週間に1回イベントが来てますが、これがない、でもこれがない分もっと没頭してエルネ王国の日々に入れるっていうことも言えますよね。やっぱイベントがあるとどうしてもそちらをちょっと優先してしまったりとか、物がね景品がいいのでちょっと頑張っちゃうんですけども、もうそれはもう全部ないということは、ゆっくりゆっくり国を探索して好きなものを掘ったり取ったりできると好きなように遊べますね。次、スタティアインテリアのくじ引きなど福引きとかありますかという質問なんですけども、ないとのことですね。その代わり有料コンテンツの追加を予定していますと書いてます。追加コンテンツを購入すると以降ゲーム内のお店でいくつも手に入れるようになります。これはいくらかによりますよね。でも追加コンテンツを購入すると以降ずっと手に入れられる、これ買った方がいいんじゃないかなと思いますね。いや、ちょっと楽しみです。次、発売後の更新はありますか、未定です。機能や追加や追加コンテンツのリリースを検討していますとのこと。オルルドやプルトの時は何か不具合があった場合はもうバグとしても皆さんに認識されてたんですけども、こちらスイッチなので何かあった場合はまあ更新としてね、バージョンアップとして何かまあ修正が入るとは思いますが、まあ、よっぽどのことがない限り更新はないとのことですね。機能の追加など追加コンテンツのリリースを検討している、どんなものが追加コンテンツで出てくるかはまだわからないということですね。まだどんどん今検討中、まだこちらに書いてありますね。開発状況の進展に伴い追加を修正していく予定です。追加がどんどん変わります、皆さん楽しみです。今のうち何か希望を言っておきますかで、まあ他のゲームでもたくさんね更新などがあるんですけども、今やってる私のゲームだからスプラトゥーン、結構な頻度で新しい武器やら新しいマップやらがどん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 無料で追加されていくので、まあ無料でそういうこともできるんだろうなと思います。マインクラフトとかでもね、有料コンテンツ、スキンとかテクスチャパックとか有料であって1回買うとそのままなんですよね。まあそういうのもありますし、まあ、いろんなことができますよね。スイッチで、まあ、エルニアを出して、まあ、後からどんどんいろんなことができるので、まあどれだけの方が購入するかとか、どういう年齢層の方がユーザーとしてねやられるのかによってまた変わってくるんじゃないかなと思います。まあ私が個人的に欲しい機能としては倍速ですよね。自分を NPC に変えて倍速で進めるっていうパソコン版のオルルドとかあとプルトとかでもありましたよね。あれをするともう勝手に自動でつけておけば5年後とかなって、うわーこんなことになってるみたいな、あれも楽しいんですよ。それ欲しいですね。でもそれをこの綺麗な画面で早送りするとやっぱちょっとおかしくなっちゃうかな。でも勝手に自分の分身がどうなっているかっていうのをこうね見るのすごい好きなんですよねこれが私の欲しい機能の一つですね。まあ、まだ春までね、発売まで余裕があるのでスイッチをまだ持っていない方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。買ってもね損しないものだと思うんですよね。私の中で本当にたくさん遊べるゲームもあるし、ゲームする以外にもいろいろできるんですよね。そう、カラオケとかあと新着のゲームの情報を動画で見ることもできます。はい、ということでですね、今年内に分かっている情報をざーっと早口で皆様にご紹介いたしました。すごく楽しみです。本当にワーネバ好きにはたまらないんじゃないでしょうか。まあ、オルドプルトとかの 2D でこうちっちゃなアバターが動いてる方が好きっていう方もいらっしゃるんですけども、エルネワのこの
アバター慣れたらすごいドハマりしますので、ちょっと苦手だなっていう方もぜひやっていただきたいと思います。本当におすすめのゲームです。まだワールドネバーランド一度もやったことない方もぜひこのゲームやってみてください。また新着情報がございましたら皆様にご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。山芋でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。バイバイ、またねー。